は分かりやすいよう運転席をしてください。We will soon make a brief stop at Kawayu Onsen. If you are getting off at this station, please proceed to the front and exit from the door behind the driver.
stop at Ilouan. If you are getting off at this station, please proceed to the front and exit from the door behind the driver.
Thank you.
私がいないとそういう仕事っていうのがいいかなって思うんだけど、そうですね。
で開いたらすぐ、
Thank you.
確かそうだったんだ。
夜布の袋に入れて、そしたらまた出てあるからって言って、布の袋に入れたら普通で来てたら袋も使ってくれたと思ったんで、それ入れてと思って入れたんだけど、たくさん持ってくれる。
だから、いい環境に詰められないのも、ちゃんとやったつもりなんで。お金かかってるの。やっちゃうと、一応、女性が、ハローちゃんが許しながら出して、女性がいらっても一番いいかもしれない。いつもなんで、うちも母がね、あの、河合の温泉が大好き。
きで、であの足を伸ばせば弟子鹿まで行くと今は魔衆になりました。言うけれど町はまだ弟子鹿、やっぱり弟子鹿だってあの地名書いても読んでいただけないのよね。旅行者の方かしら。あ、もう本当ひどい格好でしょ。だよね、いつもひどい格好でね、もうね、もう20年も前に2000円で買ったようなね、もうどうでもいいようなコートばっかり着てね。なんでもないよね。もう本当に飛行機乗るんでもフェリーに乗るんでもこんな格好で、もう気楽に行った方が年になるんでいい格好できない。本当に疲れるから、ね、顔も洗わずに何にもしないで。今は旅行に行くわけですか。歯医者です。歯医者アレルギー体質なんですからね、ちょっと特殊な入れ歯してるんです。で、最初から歯医者まで釧路に住んでたんですよ。で、あの入れ歯もあの皮膚使うと私アレルギーが起きるもんですから、東京の皮膚科の先生にお願いして話して処方箋書いてもらって、それをあの私の相当かかってた会社の先生にお願いして、ちょっと特殊な入れ歯を作ってもらって、皮膚が全く入ってない。アレルギーが収まってきたんですけど、その頃の名残がここにあります。まだあります。まだ薬がいっぱいあって、もう本当に飲んでほしいです。これはもう細胞が壊れてしまう、細胞が壊れてしまう、どうすることもできないです。で、あんまりないことをやるんだったら、治療もあの1年近くでありました。まあ、ずーっとね、この話に真っ白くなってます。目の当てたらどうなるそうです、怖いです。こっちだとね、その頃の写真から悲惨です。で、あの、なんですか、包帯巻いて、もう血だらけで、靴だって履けなくて、履けないときもあったんです。そうなるとね、あの靴下もダメなんです、お面のものに。で、それで仕方がなくて、足袋履いたんです。足袋履いたらやっぱりね、草履が履くしかない、草履焼けたんですから。で、そうなるとやっぱり着物着るしかなくて、化粧できない、結果が出てきた、化粧できない。やっぱり気になってしまいます。気になったもめんですよね。もうやっぱり自然に帰っちゃいます。いい格好ができないです。でセーターなんてね、20数年、30年近くのセーターがダメージしてまってたんです。安い女です。金ダメ、プラチナダメ、安いよ。Thank you.
くらいでならないと、かかったら入れ箱忘れましたあ、これダメだと思って、やっぱり保険の効かない入れ物なんですけどねちょっと直さ壊された大変なんですけど、そういうわけでね、仕方がないけど、月に1回配信してるんですよ。毎月配信してるってたもんですからね、本当にそれはなんか部屋をするためにそうだよね、知ってないですか。金越しっていう松野町にある松野公園の長い目向かい郵便局だったんです。松野公園の半分以上の近くに、わー、そうで私も40年以上違いそうで、あー、そうですか。私も40年ぐらいです
使ってんだか使われてんだか分かんないですよ。Thank you.
なんかこんな芋みたいになっててさ、あのよくお母さんの奥さんがさ、お寿司さん作ったからあげるから、いや、それはいらないわ。それをそのまま食べるの。サクサクしてる。それでもそれをサクするの。だから草だからなんとかしたよ。Thank you.
Thank you for using JR Hokkaido.